おばわ、えー。時刻は22時になりました。えー、9月12日土曜日第2第4土曜日はですね、こちら C ウェブフットボールエキスパートです。ですね、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとあのー、間が空いたので、すごく久しぶりな気がしますね。 そうですよね。あの月末から月初にかけては格週がもう一週間増えちゃうそうなんですよね。はい。そういうあのお問い合わせもいただきましたしね。今回。はい。そうですね。本当になんかね。はい。まあ数少ないんですけれども応援してくれる方がいらっしゃいますからね。もう励みになりますね。はい。本当にありがとうございます。もう今日も頑張っていきましょう。そうですね。今日もはい。 まあちょっと自己紹介を忘れていたので、久しぶりなんで久しぶりね、番組 MC を務めますえなりまさひろですよろしくお願いしますお願いしますそしてはいアシスタントです長母和理です今日もねはい50分間はいコアなテーマを明るく楽しくわかりやすくえなりさんとお送りしてまいりますよろしくお願いしますよろしくお願いします50分間ですからね長母さん。 先週、分前回ね、ちょっと1時間番組だと、もうその辺がね、もうやっぱ入っちゃうんですよね、やってると。でもね、僕、番組始めまでは50分しゃべれるかと思いましたけど、案外、早いですよね、今回も、ちょっと内容が今回も濃いので、50分に収めるように台本作ってきたんですけども。 完璧です、えないさんのいやいやいや、ちょっとまたオーバーしちゃうかもしれませんけども、はい、まあそこはちょっとやってきますんで、まあ2回にわたってですからね、今回と、えー、次回の放送はですね五輪世代ということ,ことで、オリンピック代表についてを特集していこうと思っているんですけれども、まあ、今回、あのリオオリンピックを目指すアンダ二2 2代表の 組み合わせが本日決まりました決まりねもう本当に厳しい日曜りですよねはい日本はですね B 組ですはい4か国がこのグループにいますい。他の3か国はどんな国でしょうかはいえとですねサウジアラビア強豪ですね強豪ですねそして北朝鮮北朝鮮そしてタイで日本という4チームではい 戦っていくとそうですね、はい、このアジア最終予選は全部で16チームが出場して、ねはい、4組に出場しています。それぞれが4カ国が所属してるという感じですよね。そしてまあ各組、上位2チームが決勝トーナメントに進出しまして、はい、上位3チームがオリンピック出場と。ということは、まずとりあえずこの組で、はい。 え上位2チームに入るとそうでですねで、えー、決勝トーナメントの準々決勝に進んで、はい、まず準,決準々決勝,勝勝たないとそうなんですよね、はい、結構日本はその準々決勝で敗れる準決勝で敗れるというのが結構多いですからねワールドユースの予選なんかは必ずグループリーグは突破してもその先でつまずくという、はい、この世代もそうですしね。 そうですね。はいはい。やっぱ勝負に対する執着心がね、やっぱこれから持ってもらわないといけない世代ですよね。そうですね。はい、まあ A 代表にも何人か選出されてますしね。この代表も期待できる世代ではあるんですけどもね。そうですね。このあたりのお話は次回,、はい、次,回い次回ということなので。はい、えー。今日までねまり詳しくえ晴れですね。今日またねもっとすごいん得意な分野をはいを、はい、はい。今回はもでもなぐもさんもあの。 注目するチームなどがいっぱいありますしね、あの大会がいっぱい出てきまし日本人のメンタリティとして、はい、オリンピックというのが、ねはい、とっても好きというか、はい、高揚する国民性がありますもんね。ということで、まあ、リオオリンピックの世代は次回の放送でお送りしますので、それまでお楽しみ,くだお楽しみにしていてください。そそうでですすねねして本日はです、ねはい、五輪世代の 思い出に残っている、記憶に残っている世代、私たちのですね、はい、を中心にお話ししつつ、利、ま、用、あ、世代に向けてというかね、そういうところもあの、どういう感じで今の代表、若い代表と昔の代表の違いというか、そういうところも感じながらとあの話を進めていきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。ね えー、応援メール、質問メールをお待ちしております。メールアドレスをお願いします。はい、えー、どしどしお願いします。はい、えー。メールアドレスは、はい、cws@senjux.com です。はい、えー。もう一度繰り返します。はい。cws@senjux.com。はい、えー。どしどしねメールをいただければありがたいと思います。お願いします。そうですね。 もう何通かいただいてますんで、はい夜ですけども、アドレス間違えずに、そうですね、はいここに出てますんで、はいこの機会なんでね登録してやってください。そうですお願いします。はいどしどしメールお待ちしております。はい。はいではじゃあ今日はちょっと巻きで巻きで行きます。行かないといけないかなということなんで、ちょっとマイルドがない今日いつもより短かった。そうなんです。はいあのオープニングのサッカートークをちょっと短めにしましたんで、はいはい。 本題の方にに今日は早めに入っていいきたいなと思います、はい、えまずはですね、えー、と五輪とサッカーの関わりというところからお話をしていきたいなと思うんですけどもそこの部分の説明をです、ね、南雲さんにしていただきたいなと思ってますのでなるほどはいいいわかりまましししたたよろしくお願いいたします、えーまあ、あのオリンピックというのはまあ古くからありますけど、はいはい、サッカー競技がですねオリンピックに、えー、取り入れられたというのは、はいえー、まあ 公式種目の前の公開種目としては1900年に開かれましたパリオリンピックですね、<はい S 1> これはまあ男子サッカーですけれども、これが最初のオリンピックでのサッカー競技ということになります。そ <はい S 1> そしてそのの年年後年のロンドンンドオリンピックここから 公式競技、公式種目になりまして、前回のロンドンオリンピックまで、ずっとサッカー競技は1932年のロサンゼルス大会だけは行われなかったんですけど、毎回行われててるという人気の競技ですね。ロンドンがもう2回来ていると。2回だか3回だか、何回かあったんですかね。はいですかね。 日本は、えー、このオリンピックに、はいえー、いつ出たかと言いますと、はい、初出場したのが、はいえー、1936年のベルリン、えー、大会はいベルリン五輪ですねこれが初めてサッカー競技に出場した、はい、あ年ですね、はい、この年にあのー、優勝候補のスウェーデンを予選リーグで 破るという大変な快挙、はい、もう大波乱ですよね,大波乱ですねサッカー界ではよく、はい、あのいろんな名前ネーミングついてるのありますけどす、ね、ドーハの悲劇はい悲劇,悲劇はいジョホール・バルの歓喜とかありますけど、えーはい、まあ一番古いあのそういう名前がついたイベ,ンイベントというか出来事として、はいえー、ベルリンの奇跡というのが、はい あのこの年のオリンピックでスウェーデンを3対2で破ったのがベルリンの奇跡という言われていることで,で僕ら、ね、はい、知る由もないんですがですよ正直、まあ <laughs> はい、調べて初めて知ったというこの辺りはそうですね、はい、まあ当時まだ、えー、戦争の頃ですから、ねね、ヒットラーの時代で、はい、まあドイツがあの国威発揚。 おやっぱりプロパガンダとしてこう利用したという、はい、まあそういうオリンピックだったんですね日本人としてはこの年は、えー、水泳の前畑秀子選手の金メダルっていうのが非常に印象に残ってるかと思うんですけども、はい、その時に NHK のアナウンサーが前畑頑張れっていうね、はい、え何回もコールしたっていうのがありますけども、はい、このスウェーデン戦で、えー、スウェーデンのラジオ局の。 イエリングアナウンサーという方が問題発言言え <laughs> ないんですかどうか分かんないですけどもうヤポンヤポンヤポンていうかねえまた日本が来たまた日本人だっていうあの名言を残して本日まで残っていてまあ翌日ヨーロッパ各紙の新聞ではもう結構日本の勝利をね称賛して不可能なことが起きたとか。 もう奇跡が起きたというか比較的好意的に扱ってくれたというような記事が紹介されてますよね。ということになっちゃっていいですか今の日本に対するアナウンサーのコメントってあったじゃないですかややや前に今、浦和にいる牧野選手がですねケルンっていうチームドイツの方に移籍しましてプレーしてたんですけども。 その時にですね日本に帰ってきた時に牧野選手が言っていたんですけど、ケルンで屈辱的な扱いをされたと、やっパーなやっパーなやっパーなと、それ日本っていう意味なんですけどね、ドイツ語で。あんまりよくないくないってことらしいですね、牧野っていう名前を呼ばれずに、おい、やっパーな来いと。なるほど、なるほど、おい、やっパーな来い、早く、そういう感じで、ずっとメンバーを発表する、だれだれだれだいだ、パーなと、そういうのがあったという話が。はい なるほどね、はい、もう相性を込めたニックネームじゃなくて、はい、皮肉を込めたとちょっと余談ですけどもちょっとドイツ人にね、はい、日本人のサッカーのすごさを見せつけたいですよね。でもまあドイツは今、日本人いっぱいいますからね。そうですね、ブンデスリーガーでプレーしてる、はいね、ある日本のプレイヤーはねたくさん増えてきましたんで、はい、まあ本当にこれからは。はいあのー ブラジルでは何ですかサッカーを下手な人のことを日本人みたいだっていうそういう差別の用語みたいなあるみたいですかね。今ではやっぱりだいぶなくなってきてると思いますんで、まあドイツでもねそういう市民権を得てほしいですね。そうですね。はい。すみませんちょっと話の途中。そうです、ね。こんなことを話してるから50分。そうなんですよ。そうなんですよね。<laughs> というのに言っちゃうんですけど、まあ初出場がまあ1936年とまあその後。 やっぱオリンピックというと、まあ、いろんな変遷があるんですけれども、はい、柳さん、ね、オリンピックっていうと、もともとはアマチュアのねね、はい、そうです採、ね、点ということで、はいあのー、プロの選手が、はい、まあ出れないっていうレギュレーションがありました、はい、なので、やっぱりプロのあるそのヨーロッパのチームとか、はい、南米のチームっていうのが、オリンピックではなかなかね、えー、好成績を収められなくて。はい 社会主義国というんですか、ね、東欧の国とかそういうのが強かったんですけれども、はい、でなかなかサッカーがスター選手が出ないということで、はい、まあ人気が上がらなかったで、えー、1989年のロサンゼルスオリンピックから、はい、まあちょっとこれでは、ね、集客というか、はい、あの商業的に、えー、盛り上がらないのでプロの出場を決うじゃないかと、はい、いうことにオリンピックもなりまして。はい えー、1989年のロサンゼルオリンピックでプロが OK になったんですけどこの時はまだ、はい、えとアンダー2 3とかそういう規定ではなくて、はい、あの年齢制限はなかったんですがただ、規定としてはワールドカップおよびワールドカップ予選に出場した経験のある、はい、ヨーロッパ。はい と南米の選手はオリンピックに出れないという何、はいはい、とも言えない規定がね,ね、はい、これはおそらく、社会主義国がこんなの,あの南米の選手が出てくると勝てないということがあったのかもしれないですけどそういうような規定がありました、はい、なんで、まああのー、アジアの国の選手とかもし出場してもプロは出れたんですけど、はい、ヨーロッパ、はい、南米が出れないということでやっぱ一流どころは相変わらず出れないという状態が。 続,き続いていたんですけれども、はいはい、これが劇的に、あのー、今日の大会に近づいてきたのが1992年のバルセロナオリンピックです、ねはい、この辺りからもう私も記憶にあるというか僕らの年がバレちゃいますからこの時から、えー、アンダ U23 ということで、はい、バルセロナから、あのー、23歳以下の選手であれば どんな選手でもプロでも OK という大会に変わりました。はい、でまああのー、オリンピックをめぐってオリンピックの管轄は IOC ですよねサッカーの方が FIFA ということで、はい、まあ大きな2つの組織のまあ何て言いますかね政治的な駆け引きといいますか、はい、オリンピックにいろいろプロの選手が出場するとワールドカップのステータスが下がるんじゃないかとか。はいはい まあ、FIFA が心配をして、はいまあ、23歳以下という規定を作ったりしたんですけどもはい、はい、実際このバルセロナの時にサッカーがあまり盛り,ら盛り上がらないというか、はい、え人気が上がらなかったみたいなんですね。はい、でこれで IOC としては、えー、商業的に、まあ、ちょっとこれでは厳しいということで、はいまあ、FIFA と交渉駆け引きをして、はい、えその次の大会の1996年。はい アトランタオリンピックからは、はいえー、年齢を関係なく、えー、3人までオーバーエイジ枠というのを加えることができるという、はい、ここでオーバーエイジ枠が出てくると、はい、そうなんですね、はい、これによって、まあ、オリンピック代表もかなりメディアに注目されてそうですね、はい、あの商業的にも IOC にもメリットがあるし、はい、FIFA としても、まあ、ワールドカップが年齢制限のない一番の、はい 大会でオリンピックアユ二十三で、はい、で、えー、ワールドユースアンダーニジゅうからユウ十七の大会ということでカテゴリーがね四、はい、つに分かれてまあこう積み上けができるというまあ今日のまあ元になった、はい、あのがアトランタからという感じですね,ですねはいでこの千九百九十六年に、はいえー、日本は、えー

さん,なんかいたかなと思いますけどねあのドイツのクラマーさんですが監督でこの時に日本は3位地元メキシコを破り銅メダルを獲得してさあこれからという時に長い暗黒時代に今度入ってくるんですけどねオリンピックにも出れないワールドカップにも出れないという期間が1968年から1996年まで続いてこの時に久しぶりに。 アトランタに、ねえー、出場したということなんですよねすごく長いですね。はい、そ,うですねそれからまあ今日、えー、前回のロンドンまではずっと出場を続けているとオリンピックをこう今までこう説明していただいたんですけども、まあ、このサッカー五輪サッカーというとやっぱり避けて取れないというか。はい あるのがやはり<う>マイアミの奇跡ではないかなとそうですね、はい、思うんですけどもそのあたりもお話ししていこうかなと思います、はい、マイアミの奇跡の時は榎並、はい、さんはご覧になってますすかあのですねけ、あのー、ゴールした瞬間ていうのは見た覚えはあるんですけどもまあそこまでサッカーのルールがを分かっていたわけでもないですし。んなんか 前園選手はすごい覚えてるんですけどもそうですね当時のね、中心選手で、一番いいの人気ありましたよね、フィリューゲルスが好きだったので、あの当時、横浜ですね、だったんで、前園選手とかもすごい覚えてるなっていうのは、あります南雲さんは見てましたか、この試合はいあのちょっと実はですね、その日、僕、ゴルフ行ってまして。はい <laughs> 録画ししてて帰ってから見ましたああで,、はい、でちょっとね、はい、あれですねゴルフ場多分栃木だったと思うんですけど成、はい、あ辺りのゴルフ場だったんですけど、はいあのー、ハーフターンで食事する時にちらっとテレビを見た記憶があったんですけど、はい、その時はまだ0-0、はい、ゼロゼロだったかなというような記憶があったんですけどあ、はい、まあ、あのー、どう考えても、はい、あのー、まあ 勝ち目はないだろうとまあいう、あの日本人でありながら当時そう思ってた <laughs>、はい、自分を深く反省してますね今ほどサッカー熱もあったわけでもなかったですよねあの当時はそうですねうう記憶してるんですけどもそうですね,ですねあの試合のやっぱりマイアミの奇跡というのがあってやっぱり今日のサッカーの人気のやっぱりちょっと要因になってるかもしれないですね,ですよねやはり避けては通れないですねここはそうです、ね、ということでですね、えーとはい、マイアミの奇跡というものは どんなものなのかということをまだご存じない方もいらっしゃると思いますので、はい、まあ私が簡単な表を作ってきましたのでそちらをちょっと画面の方に出しますのでご覧にななっていいいたただきたいなと思いますこの年、ねアトランタオリンピックというのは、はい、アトランタという年はアメリカの、まあ、南部でジョージア州、はい、アトランタ、はい、あの風とともにされるの舞台になったところなんですけれども。はいはい なぜかこのサッカー競技、えー、日本対ブラジル戦はこうジョージア州、はい、アトランタではなくフロリダ州のマイアミで行われてるんですよね、はい、あのマイアミのオレンジボールいう、はい、あのマイアミドルフィンズの当時の本拠地です、はい、え私の大好きなマイアミドルフィンズなんで <laughs> ちょっと印象に残ってるんですけどね <laughs> はい、はいまあ。このちょっとなんか初めの点点点っていうのがちょっと ミスしてしまったみたいですけども四角四角マイアミの奇跡ってなってますけどなるほどこれんか入るんですかいや何もやってないつぼえだったんですけどなんか出ちゃってますすいませんでもデザイン的にかっこいいですね大丈夫ですかこの四角ありがとうございますはいまあマイアミの奇跡っていうのはですね96年アトランタオリンピックの男子サッカーのグループリーグ D 組で第一戦ですねはいまあ日本五輪代表がですねブラジル五輪代表を1対0で下した試合の ことというか、を言います。はい、まあまさかブラジルに、数わけないだろうと、先ほど南雲さんもおっしゃってましたけども、はい。本当そういう感じでですね。当時のメンバー見ていただいてもですね。まあ軽く載せてあるんですけども。まあロナウドリバウド、ベペペと。ジュニーニョ、パウリスタ、ジーダこれでロナウドと書いてあるんですけど。はいはい、これは実はあれですよね。ロナウジーニョ、ね。そうなんですよね。ですよね。はい。はい 当時ロナウドと言ってた,ったそうなんですロナウドジーニョになったんですよ <laughs> はい,はい、はい、それをどっちに書こうか迷ったんですけなるほどはい、はいまあ、一応登録の名前でやっときましたあとロベカルですよいや本当にすごいメンバーで、はい、あのどのぐらいこのなんですか五輪代表が強かったかっていう語るエピソードとして、はいえー、この大会の前にブラジルの A 代表と練習試合を行ってはい A 代表に勝ってるんですね、この五輪チームは。そ, <laughs> <laughs> それでこのオリンピックのやっぱ1週間前にアメリカのニューヨークというところで世界選抜とのチャリティーマッチもやってるんですけれどもこの試合でもこのオリンピック代表のブラジルチームは勝ってるんですよ。ねでこの試合見たた当時コーチだった山本雅さんが もうとても勝たないと思ったくらい強かったというふうに、はいえー、後々語ってましたけどねそのぐらいのやっぱり強いチームというかあのブラジルはオリンピックで金メダルを取ったことがなかったんですよね。なので、やっぱりこの年、えー、やっぱり優勝本気ですかね本気モードでしたね、はいはい、本当にすごいメンバーですよ、U23 なんだけれども A 代表にずいぶん選ばれていますししね。 これがマイアミの奇跡ということで,ですね、はい、次にですねマイアミの奇跡の時の日本の代表メンバーというのもちょっと簡単に表にしてきましたので、はい、ご覧いただけたらなと思います、まあ、この日本のメンバーもですね豪華なメンバーで今にして思うとすごいですよねすすごいですよねあのこの時の監督は西野 そうですね。監督、今、あの、浦和埼玉県の浦和の出身。で、早稲田大学のね、あの、ストライカーだった。今はですね、名古屋グランパスの監督やられてる方ですね。ガンバも何回も優勝させた名将。そうですね。ガンバ、柏。柏。はい。本当にイケメンでね。ダンディーな監督。ですよね本当にかっこいいですよ。西田さんはね。見ててね。常福さんか、西野さんかってぐらいダンディーでかっこいい。ダンディーですね。はい。 もう本当に今女性の方見に来てますけど、<laughs> はい、はい、本当にダンディなんで、ぜひ見てもらいたいなと思うんですけど。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まあ、松田選手がいたり。はいはい、ええー、この先ほどもお話ししました、前園選手。はい、まあ、キャプテンでしたからね。はい。そうですね。あのー、はい。川口選手も大変なイケメンですよね。はい、そうですね。はい。 A 代表に選出されてるかどうかっていうのもこう簡単にやってきてるんですけど、まあ、大体、この日本のメンバーも A 代表選出経験がある選手っていうのが多いんですねまあ後々には選出されてるんですけれども、はい、この時点で A 代表経験があったのは、はい、フォワードのジョ城彰二選手と、はい、えのキャプテンの前の選手の2人だけなんです。はい でなおかつあの監督の方針で、えーまあ、システムとかフォーメーションに合わないということで、はいはい、オーバーエイジを日本は採用してないんですよねだからもう本当にフル代表に限りなく近いブラジルに対して、はい、<laughs> まあ日本代表、B、チームみたいなうそうですね年齢をしっかり基準としたっていうかこれで選ばれてるんだったらカズ選手とかも。 あれですね、オーバーエイジでもしかしたらっていう可能性もありましたしね,ね、はい、この全盛期の世代ですもんね、はい、ラモス選手だったりとか。はい でもこのメンバーも見ていただければわかると思いますけども JA でもすごい活躍してる選手たちでしたからね,ね後々の,ちの、ね、代表になってたり、はい、海外に行ったりとかね、はいはい、松原よし選手もったいないクロアチアとかね、はい、海外でも活躍しましたよね、はい、なんかでもちょっとあれでしたねもったいなく終わってしまったっていう印象が、ね、松原選手それから広永、はい、選手もね外国でずい随分活躍されましたね,ね、はいまあ、このいった日本のメンバー がいます。そしてまああとですねオリンピックの結果っていうのもまた簡単にはいはい作ってきましたんで、えー、画面の方に出ると思いますのでご覧ください。この年のねはい、えー、シドニーアトランタオリンピックのはい、えー、試合結果なんですけれどもはい、えー、まずまあ大戦だったんです、ね、はいこの時はブラ,、ね、ブラジルがね、はい、この試合に一、えー、対ゼロではい。 日本が勝利したんですけど日本が放ったシュートはわずかに4本そのうちの1本が伊藤輝星選手のゴールになったんですけど J リーグ最多出場記録、J1 ですねでも、あれですかね楢崎選手に抜かれたかもしれないですねでも本当に息の長い選手ですよね今はまだ AC 長野パラセロでやってる選手ですけどもこの試合ではそうですね 道木隆二選手のロビングボールといいますか、はい、あのふわっとした、はい、あーボールをね、えー、ディフェンスラインとゴールキーパーの間にあげてそれを上勝寺選手が、まあえー、合わせにいって、はいえー、ディフェンスの、えー、オーバーエージのアウダイール選手ですか、ねはい、とあのゴールキーパーの、えー、ジータ選手が、まあ、激突してその 感激を塗ってボールが点々とゴールに向かって、はい、伊藤選手が押し込んだという、はい、1>, で1対0で日本があブラジルに28本もシュートを打たれながら勝ったんですね、はい、すごいですよね、本当にそのブラジルが1位ですからねそ,そうですね、はい、そして、えー、第2試合が日本がナイジェリアと試合したんですけど、はい、この時はナイジェリアも強くて、はい 2>, えー、2対0で完敗でしたね。はい で第3戦は、えー、ハンガリー、はいえー、3対2で勝ったんですけれども、はい、でブラジル、ナイジェリア日本が勝ち点6で、はいえー、並んだんですけれどもでね、はい、もうこんな好成績でブラジルを倒してるのにグループリーグにで敗退っていうのは。 まあ本当にそうです、ね、レベルが高いまあ本当にまあ逆に言うともうこれも悲劇なんじゃないかなと言いたいなと、はい、本当そうですよねでこれだけ頑張ったんですけど、はい、あの割と評価されなかったんですよね、うよね日本国内でね、はい、あのブラジルを破ったんだけれどもこんな勝ち方ではあまりにも守備的に戦いすぎて、はい、あのつまらないとか本当 本当に一生懸命戦略を立ててスカウティングをしてそれぞれのサビオ選手には松田直樹選手をマンツーマンで使ったりとかオーバーエイジのベベト選手には鈴木秀人選手というセンターをテーマンマークつけてパウリッサ選手には広永選手じゃなくてその試合は服部選手を使いましより守備的でいこうということでね。 非常にそういう意味では綿密に守って守って守いて西野監督のスカウティング戦先がうまくはまったというかそれをしっかりこなしている選手たちも本当にすすすごいででよねねそう葛藤があったと思うんですよ、前目の選手は中田英寿選手なんかはミーティングでだいぶ揉めたという話を聞きますけれどもでも、徹底的にやっぱり価値観を勝ち点最低でも一を取るという。 ことを目指した結果だったと思うんですけれども、はい、後々に西野監督が柏田とか、そうですね、頑張ってあまりにも攻撃的なあの戦術を <laughs> 確かに、ね、取ったというのはこの時の批判が <laughs> 多分なんか影響してるんじゃないかなそうですよね。気もしないでもないんですけどね。ねガンバなんて特にそうですよね。はい、もう点取ればいいよっていうサッカーしてましたもんね。失点三点取られても五点取れとか、そうですね。だか見ててとっても魅力的ではあったんですよね。 だからあの西野さんがあのアトランタでこんな戦術を取ったのかってちょっとびっくりする方もひょっとしたらああいらっしゃるかもしれないですね,ね,すねあの監督は西野監督だったんだっていうふうなこともありますもんね多分見てる方もそうですね,ですね今、はい、ロックンロール歌ってるね内田祐也さんが昔は演歌歌手だったみたいな感じですもんや違うんですけど、ね、ああちと今ダ確かにそういう感じですよね真逆ですからね真逆ですよね マイアミの奇跡という感じになるんですけど、まあ、表も出たんで、ちょっと分かりやすかったかなと、個人的に思うんですけども、そうですね、時間もおっしゃうんですけど、マイアミの奇跡というのは、日本で言われている言葉で、ブラジルでは、マイアミの屈辱と言われているらしいですね。そのの日夜には者を集めてテレビで なんで負けたんだって徹底討論会が開かれたというぐらいあの屈辱的な出来事だったそうですね。ブラジルに帰ったときとかもなんで日本に負けたんだと選手もあの問い詰められたというのも、はい、はい聞きましたねまあ勝負事ですからねサッカーというのはそういうジャイアントキリングというのが起きるところねそれがサッカーと、はい、まあそれがオリンピックという感じになります。はい で,です、ね、次に、まあ、こんなのがありましたけども南雲さんにとってですね、はい、一番印象に残っている世代あ<ー>マイアミよりも記憶に残っている世代っていうところはどちらになりますすか、はい、そうですね僕が、はい、あのやっぱり一番印象に残っているのは、はいえー、その次の大会になりますから2000年のオーストラリアのシドニーのオリンピックがやっぱり印象に残ってますね。なぜあの 後に五輪世代をが一番一緒残っている感じなんですかね。あのまああでメンバーあの出ると思いますけども、まあこの時のメンバーっていうのは本当にキラ星のご孤独、すごい選手が並んでます。じゃあもうちょっと表出出してみましょうか。でこの時の監督はフィリップトルシェ。 フランス人の監督で2002年の日韓ワールドカップに向けてえまあ選手強化をしている過程だったんですけどもその前年の1999年にえ20歳以下のえーワールドユースでナイジェリアで行われた大会でやっぱりトルシエ監督がえ引きましてえスペインに決勝で敗れたんですけれども準優勝してる。はいはい その時のメンバーをそのまま,ま、ほぼですね、はい、え中心として、その上の世代、ですね、はい、え中村俊輔選手とか融合させて、はい、まあ本当に考えられる最強の、はい、五輪メンバーなんじゃないかなっていうぐらい、すごい選手がね今見ると、でね並ん今、これ表に出て、画面に出てると思うんですけれども、ご存知の,あの選手がたくさんいらっしゃると思うんですよね、一般の方というか、今見ていただいている方にも。 この年、本当は予選では、ね、一番中心だったのは小野伸二選手だったんですけど、ねすね、小野選手が怪我をしてしまったんで返す返すも、ねはい、小野選手がいればなというのはねいや本当にそれは思いますね。はい、この世代本当にもう オーバーエイジじゃない選手がすごすぎますよね、フォワードがね、高原選手、寿司ボンバーですからね、柳原選手、ですからね柳選手この時まだ23歳以下だったのかそうですよね今まだ高原選手、本山選手あたり西選手もそうですけど、現役の選手とかもいっぱいいますからね、良崎選手とか。 本当にこの世代ってすごいですね。ですからまあ長期的ななんて言いますかね <はい S 2> 強化をしてきてあのーワールドユースの時代からまあえオリンピックを通じてその2年後のワールドカップまで続いていくコアとなるメンバーですよね。そうですね。<はい S 1> まあフィリップトリシエ監督はまあそういう一体感というか<は>いあのあれですあのフル代表とこの掛け持ちで。 代表の監督をやりまして、まあ、でも、このシドニーオリンピックなんですけども予選のメンバーで出た選手って結構フォワードの選手もそうですけど、はい、本外されてますよね、まあ、トルシエ監督は、はい、まあ本当に湯水のごとく選手を呼びましたからね実験室という感じでラボラトリーみたいな言い方をしてますね。<laughs> はね、い。 だからもう相当、読んではまあなんでか試してえまあ理科室の実験みたいにねこう変えてたところは福田選手っていう、元いろんなところにいたんですけど愛媛 FC とかにもいた選手が予選では軸となってフォワードで出てたのに最終的な予選では,はい、はい、福田健二選手、はいケンジ選手とかです、ねまあ、そういうのを見てやっぱりトルシ,エトルシア監督って <laughs>。 あれなんだなと自分っていうものを突き通す監督なんだなっていうのを改めて思いましたね。まあすごいやっぱ激しさのある人でしたよね。はいはい、日本人にはないメンタリティで高い要求をされる方だったなと思います、はい、でトルシェ監督で思い出すのはやっぱり、えー、フローランタバティって <laughs> 通訳通訳がな印象に残りますね。<laughs> はい。時々スポルト出たりしてましたけどね。<ー>はい。やっぱ本当にトルシェ監督と一緒 同じように熱、ね、約するときも感情を表してはい、はい、そうなったり、ね、はい怒ったりしてましたよね。まこう指導にオリンピックのですね結果というのもあのー、作ってきてるのではいあの画面に出ると思いますのでご覧ください。はい。はい。まあこの時のメンバーはあのー、本当にすごいメンバーでまあ。あ 不思議な因縁でやっぱりあのブラジルとねまた同じ組になって、はい、そうなんですよね初戦の南アフリカ戦で、はいえー、日本が一点先制されたんですけれども、はいえー、高原選手のツーゴールで逆転をして 2>,、はいえー、2対1とでまあ二戦目もお勝利、ね、アメリカ戦ですかねえといやスロー,おー 2戦目はスロバキア戦ですね2対1で勝ちまして勝ち点6を取ったにもかかわらずこの時点でこの時点でまだ決勝トーナメント進出は決まってなかったんですよね3戦目決勝トーナメント進出をかけてブラジルとガチンコでやらなきゃいけないというまたそういう因縁があった大会なんですけれどもこの時は0ロ1でブラジルに負けてしまったんですけれどもまああの 他の国の勝敗の関係で日本は決勝トーナメントにはいえ進んで準々決勝アメリカと戦ったんですけれどもそうですねあ、そうですねアメリカですねはい。もっともっとねこ,こ,こうアメリカに残念ながら PK 戦で負けてしまったんですけどうす、ねはい、もうアメリカには勝ってまだもう一つ二つ行くんじゃないかそうですねいうぐらい、ね、あの希望を持たせるチームでしたねアニ選手と高原選手のフォワード二人が決めてるとそうですねはい でもここの試合で思ったのが選手交代がす、あのー、90分間プラス延長やってるじゃないですかはい、はい、それなのにもかかわらず選手交代1人しかしてないんですよああそうだったんですね三浦篤選手を途中から出場させたんですけども、はい、それ以外はもう選手交代せずっていう采配をトルシ慎監督がしたんですけども、はい、なぜ あの延長、前半、後半戦っているのにもかかわらず交代しなかったんだろうとう私は思いますすそうですね、はい、ちょっと鳥瀬さんにメール送ってみたいです、ね、そうですすねねそうよあの時って本山選手とか非常に調子よ,くよかったイメージがあってで自分もあの本山選手とか他の選手もっと使えよと思って思ってたんですけどあ違いますね、酒井選手しか買えなかったんです、<ー>酒井選手しか途中で出さなかったんですね。はい 友樹、はい、選,選手、元チェフ、ね、浦和、そういうのがなん,なんでなんだろうなっていうのを負けたときに思ったなっていうのが非常にありますすねね、はい、そうです、ね、もう本当になんか試合内容としては十分勝ってると言いますかね、はい、判定がもしあれば勝ってたかなと、まあ、PK 戦も本当に何とも言えない劇的なあの幕切れというかね。はい え4人目がそれぞれ成功して5人目のキッカーでしたかね、はい、え中田秀俊選手がゴールのポストに当ててしまった当てて外してしまったというまあ本当にあの時まあ中田選手がね、天を仰いだシーンが、はい、はい印象残ってますしそうです、ね、ゴールキーパーの楢崎選手もゴールポストに激突して、流血したりとか、はい。 本当にみんな必死になって戦ったんですけど、はい、あの前ね、ね調子乗り世代を特集した時、はい、もっと見たかったなっていうのがありましたけど、はい、この世代も僕も同じような気持ちを抱きましたね似てるチームというかワクワクさせてくれるチームでしたよね、はい、潜在的にはねもっともっと、うん、いけたかなっていう個人の能力的にも素晴らしく。 まああのー、僕としてはまあこの2000年の新、ね、世代、はい、とってもやっぱ印象に残って後々のやっぱ日韓、えー、日本のサッカー史に影響を与えた世代だと思うんですけれども、はいまあ、えなりさんは、はいえー、過去のオリンピックの日本代表で、はい、こう何か注目した世代っていうのはありましたかそうですね私はですね、まあ、正直2つ悩んだんですね、はい、北京世代とアテネ世代。はい、はい まあでも今回、アテネ世代,ネ世代の方がちょっが印象に残っているなと思いまして、はい、まあ一番なぜ印象に残っているかというのは予選をずっとキャプテンとして戦っていた、はい、鈴木啓太選手が本戦で外れているんですけどもそこがすごく印象に残っていまして阿部、えー、選手と鈴木啓太選手阿部勇希選手、今、浦和レッズのですね、はいはい そのダブルディフェンシブハーフでもう不動のボランチを組んでいてもうこの2人のチームというチーム作りをしていたにもかかわらず最後の最後、本戦で外すっていうでこれがなんでなんだなんでなんだっていうのをよく当時、中学生だったんですね。の時に友達とすごい激論をした。 覚えがありましてそれが非常に残っていると、印象に残っている世代の一つかなと当時、はい、MC のえなりさんがもし、はい、え監督だったら、はい、え鈴木啓太選手は選んでいたというまあ選んでいたと思いますね、はい、やっぱりキャプテンでしたし、まあ確かにちょいちょいミスしてたなというイメージはあるんですけども、も、はい、やっぱりチームを支えてきた選手ですし、まあ、今や多分、長谷部選手みたいな。 もんんだと思うんですよフル代表の本当に運動量が豊富で、はいはい、キャプテンシーのあるというかリーダーシップの取れる選手ですもんね。んで,、はい、でまあ、聞き察知能力も高いと思いますし、うん、安倍選手がこう、攻撃に行けるっていうのも、やっぱ鈴木啓太選手がいたからかなっていうのも、うん、あの当時から思ってたんで、まあ、当時もやっぱジェフファンだったんで、安倍選手がやっぱ好きで、はいはい、ずっと見てたんですよね。はい、やっぱ安倍選手をこう 生かすのはやっぱ鈴木健太選手っていうようなイメージがすごいあったので、まあこれ外されてしまったっていうのショックというのがありましてだからまあ予選で負けちゃったんじゃないかなっていうのがあったんですよ。そうですね。はい、後々あの、はい、オシム監督がね日本代表監督になった時も鈴木健太選手は大変重宝して使われてましたもんね。はいはい、まさにこう水を運ぶ人というか、はい。そうですね。はい、まあアテネアテネ五輪のメンバーも。 あの出てると思うんですけども、はいまあ、なんとあれなんですよね、1回しか勝てなかったんですよね、そうですねこの,時の、はい、えっのアテネの監督が、はいえー、アトランタ時のコーチの、はい、山本監督です,監督ですね、はい、2002年ワールドカップの時もそうですねヘッドコーチでしたね。山本監督はこう 地道に作り上げてきてたいた、まあ、メンバーを、はいまあ、本戦でも出してオーバーエッジとして小、はい、野選手と、はい、曽我畑選手が選ばれてるんですけども、はい、まあちょっと曽我畑選手にもあのがっくりしてしまったなっていうのが <laughs> ミスしてしまったっていう場面が1、2戦失点が多かったですねせっかくこうオーバーエッジで、まあ、確かにあの世代のゴールキーパーって あ,いあの言い方、ちょっと申し訳ないんですけど、パッとしないというか、うまあずっと岩丸選手、黒川選手、そうですね、はい、岩丸選手は僕と同じジムでトレーニングしてたんで、<ー>ちょっと応援してたんですけど、ずっとやってましたけどね、はい、最終的に岩丸選手は外れてしまいましたあこれでイタリアに初戦、2対3。 ごめんなさい、初戦、パラグアイで3ア4ですね、3対4で第2戦がイタリアですね、2対3そして最後のガーナには1対0で勝利と、大久保嘉人選手、もうすでに3戦目にはね、敗退が決まってたので、ある意味、ちょっと開き直ったところもあったのかもしれないですけどね、無失点で抑えましてね。 まあどれもねクロスゲームでねー非常に惜しかったんですけどもねどちらかが引き分けていればというような感じがありましたね,で,ねでも、この世代は得点が取れますすよねねそうで確かに知っても多かったんですけど振り返ってみると点数を取ってるので、はい、まあ見てる試合としては点数が多く入ってたのですごく楽しい感じはあったんですけどもねでも結果、グループリーグ入りたいということになってしまいまして。 すごく、この世代はもう少しこの世代もですね、もう少し上までいくかなと思ってたんですけどもね。この世代の選手も後々海外でね。そうですね、松井選手がい。ますよね。長友選手も。長友選手はこの世代。この世代、北京です。ね北京です。はい。なるほど。はい。あ、そうですね。大久保選手。駒野選手とか。あ、はい。選はい。アテネ経由。どうでしたかね。 えー、ドイツドイツ、ね、ドイツ雪ということをね、はい、山本コーチとかはい、はい、標榜してましたからねはいうんまあ本当に前回のワールドカップではもう結構この世代の選手が結構出てますしね前回前々回ですかそうですねはい、はい、まあこのオリンピックでやっぱりこういろいろまあ経験を積んではい、はいえー、成長の糧にしたのかなというふうに思いますよねはいはい。はい まあちょっとまだ本当はですね。はい。まだまだ話していきたいんですけども。まだもうちょっと大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい。でもメールも届いてますメールがははい。時間の関係上ちょっとメールの方に行かせていただきたいなと思います。じゃあナグモさんご紹介していただいてよろしいでしょうか。はい。いただきましたありがとうございます。はい。グレープフルーツです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えいつも見ています。ありがたいですよね。はい。ありがとうございます。 お二人の笑顔で聞きやすいトークはとても素晴らしいです。はい、五輪世代の心に残っているサッカー選手は中田英寿さんですね。おやっぱりね。今度の東京オリンピックでも日本が優勝してほしいです。はい、これからもどんどんサッカーのお話、えー、してくださいね。たくさんの方が見てくださるとあ見てくださるようになると思います。はい、とても素敵な番組です。これからも素敵な番組を作ってくださいね。という。 メールいただきました。はい、ありがとうございます。うるうるしてますね。そうですね。まあこんなにしっかりとしたメールいただいて本当に長文ですもんね。そうですね。嬉しいですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ私の方で、はい。次のメールご紹介させていただきたいと思います。ラジオネームビリーブさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。エナリスさん、なぐもさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつも YouTube で見ています。 あありりががととううごござざいいいまますすす嬉しでね相変わらず夜だからかお二人のトーンが少し暗めなのが気がかりですがさて先週の放送は個人的には面白かったです、うんはい、ありがとうございます、えー、自分も地域クラブのユースチームでサッカーをやっていたので興味が湧きました今後都道府県別でユースや高校サッカーの特集を してくれたらいいなと思いますあと選手の自主トレのメニューも特集してくれるとなおいいですまだ自分は選手でやっているので何か自主トレするときにヒントになればなと思うのでご検討をお願いいたしますといただいておりますそうですね今度はトレーニングに関してもじゃあ、はい、そうですねまあはい、トレーニングって結構やらないですもんね トレーニングの番組ってあんまないですねよね。それはやっぱいいんじゃないですかサッカー番組でサッカーの選手はこういうトレーニングしてますよっていうコアですねはいこのもう今日の内容もコアですからねそうですね毎回毎回そうですよでまあそんなねメールでこんなことてますう読みましょうかえなりさん南もさんこんばんは楽しく番組を見させていただいていますあまりサッカーには詳しくないのですがたくさんの表が出て分かりやすかったです。 今お二人が注目している選手を国内外問わず教えてください。また次回も楽しみにしています。ブラックルートさんよりいただきました。ブラックルートさん。はい。はい。あれ誰か、いらっしゃいますか。注目している選手。い選手はい。はい。そうですね。改めて言われると、違いますね。はい、今晩お風呂に入って思い出すのかもしれないですけど。はい、えっと、今思い浮かんだのは、フラーレッツの関根選手です。はい、関根選手、はい、オリン、オリンピック世代ですね。そうですね。はい。はい じゃ私もオリンピック世代で、まあちょっと怪我ひろせ折してしまいましたけども、アルビレックス新潟の小泉京選手、はい。怖ですね。期待してます。はい。小泉選手もね、はい。飛躍してほしいです。そうですね。ということで、もう本当にもう時間にエンディングの曲が流れてきましたので、本日の方も、なるほど。はい。早かったですね。早いですよね。間がね、むしろあの高高生とか授業だいたい。 50分ぐらいでしたけど。そうですね。長かったですよね。先生に授業を聞いてるのがね。はい。もう今日なんてオープニング得5分っていうふうに巻いてますからね。そうですね。すごいこう本題に力入れてる回だったんで。ですよね。普段は15分喋るんですけどね。そうですね。まあ今日はこんな感じでお伝えしましたけども、次回の放送はですね。はい。9月26日、はい。土曜日のこの時間22時から、はい。またお送りしたいなと思っております。はい。 また次回もぜひご覧くださいはい、はい、お送りしたのは MC えなりまさひろと、はい、アシスタント南雲和則でした、えー、この番組はなうんどうさんの提供でお送りしましたでは皆さん来、えー、また次回まで、はい、お楽しみに、はい、お待ちくださいさよならさよなら